アディューシャンズ・イースト軍はアメリカ合衆国アラスカ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3141人である。軍庁所在地はアラスカ半島の南、ポポフ島にあるサンドポイントである。ボローは他の州の軍総統の行政単位であり、日本語では軍とされている。アディューシャンズ・イースト軍は北緯57度、 成形162度に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は15,012平方マイルで、あり、このうち陸地は6,988平方マイル、水域は8,024平方マイルで、水域率は53.45%である。ベイリング海に長く突き出ている、アラスカ半島の西端にあり、アリューシャン列島の東部少数の島を含んでいる。 軍名はアリューシャン列島から取られた。またシュマージン諸島、パブロフ諸島、サナク諸島も含んでいる。軍域の63.9%はアラスカ半島にあり、残り36.1%が多くの島である。法人化都市が5つ。未編入の村が2つある。気温は下市9度から下市76度まで変化する。年間降水量は33インチ。 降設量は52インチである。考古学調査によれば、最終表記以降に、ウナンガ族が軍域に住んでいた。初期に接触したのは、ロシア人毛側貿易業者であり、諸島の落港を求めていた。1900年代初期には、捕鯨、漁業及び缶詰加工のために、スカンディナビアやヨーロッパの漁師が入ってきた。第二次世界大戦中、この地域は、 アリューシャン方面作戦のために戦略的な軍事拠点となり、多くの地元住民がケチカンに脱出した。ホースルパスし、北を望む以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には7つの学校があり、273人の生徒が入学している。サンドポイント委員は、イースタンアリューシャントライブズインクが運営しており、2006年に、 新しい施設を設けた。この委員では、専門度の低いスタッフとコミュニティヘルスエイド、プラクティショナーズすなわちチャスが診療を行っている。茶の役割は、アラスカ州及び先住民医療に独特のものである。軍経済は現金ベースである。漁業と海産物加工が中心であり、ほぼ年中運営されている。軍住人の222人が漁業許可を得ている。 サンドポイントの町はアリューシャン列島では最大の漁船群の母港である。ポートモーラーとキングコーブにあるピーターパンシーフーズ、サンドポイントとアクタンにあるトライデントシーフーズ及びフォールスパスにあるベーリングパシフィックが酒とタラの加工を行っている。キングコーブにあるピーターパン缶詰工場はアラスカ州で一つ屋根の下にあるものとしては最大の工場である。 輸送などのサービス業は年間を通して雇用を確保している。軍内にはいくつかの空港があり、飛行艇は多くの町に着けることができる。貨物船も海上輸送を担当している。州営フェリーが夏季のみ運行されている。道路がないために地域の交通は漁船化スキフに頼っている。税金については消費税や資産税はなく、 制御にかかる税として2%が課されている。サンドポイント氏。ありがとうございます。